さあ始まりましたリアルビルドの懐刀、はい、ですね、はい、まず一つご報告があります。何でしょうか。髪の毛切りました。おー、そんな大したことじゃないですよ。これなんて言っとかなきゃいけないっていうと、はい、なんかまあ YouTube の撮った順がありまして、はい、まだ髪を切ってない時、はい、で切った時、はい、ここがなんか順番がこう入れ替わったりするんで、はい、なんかあれあいつカツラかなとか思わないようにしてください。誰も思わないですよね。全然思わない。そういうこと思わないようにしていただきたいなっていうことをまず。誰も気づかなかった。興味なかったら。だとしたらもう見ないで。だとしたら。2分の1嫌いなんでしょ、だとしたら。あれですか、舞台の関係ですか。そうです、そうです、はい、なんか切っとこうかなと思いまして、はい、はい、ということでですね、今日は盾です。はい、 TikTok で僕らの一番バズってる動画って何か知ってますか。二刀流。はい、そうです。二刀流のやつがなんかバズってまして、はい、で、これなんでバズってるのかってよくわかんないです。ただただ YouTube に上げたやつを切り抜いたやつがなんかバズったって言ってもなんかこう、まあ、8万、9万くらい再生してて、うん、で、じゃあもう一回それ狙いで二刀流を行こうと。で、前回の二刀流って長い刀1本と短い刀1本だった。そうでした。今回は長い長いでいきましょう。なるほど。って感じで今日は行きたいと思います。大丈夫ですか。はい、何ですか。狙いに行って伸びないっていうのが最近の傾向ですが。確かに狙いに行って伸びないってありますけどね。まあ当てに行ってもボールに当たらないってことですよね。ちゃんとスイングしましょう。どうですか、長い長いは。違和感あります。なんかそれこそなんで長い長いにしようと思ったかというと、なんかあれなんですよ、短い方じゃそんなに受けれないっていうコメントがあったんですよ。で、まあ僕たちの体ではそれを受けれるよって体で動いてた大前提があるんですけども、じゃあ長い長いだったらじゃあそのまず理屈1個潰せるよなっていうひねくれです。長いから逆に受けれるけど耐えられなさそう。あ、それもありました。なんか片手でそんな耐えられないよっていうのがあったけど、まあ、それは耐えられるやつっていう。あ、でもね、この前つけた時も片手の時は受けたらすぐ弾くみたいな、ね、意識はしてました。こうなるとですよ、短い方がなんかガードとかもないですから両方いきますよね。いつも通りじゃあ真っ向からいきますか。ブッシュ、クソ。ここは切り抜き月経だな。消さないきます。もう一緒か。柳さあ、次いきましょう。なんか簡単だな。ちょっとこれ、ただこれが伸びたんですよ、急に。意味わかんないですよ。意味わかんない。こうやって直せるんだよって言ったら、これが伸びたんですよ。やっぱ、ダメだな。いや、でも、短いより攻めづらいっすわ。そうだよね。隙がない。ヒューン、そうですね、ヒューン、クシュン、シュン、悲しいぜ、どんだけやられてんだ俺は、どんだけやられてんだ。おでんに同僚が来る。おでんに、シュン、シュン、かわいそうだろ。おでんに同僚。ワノ国編終わった。終わりました。うん、あら、光月おでんの影を見た。出ました。あ、僕らの YouTube これワンピース考察系 YouTube なんで。そうなんですよ。ワンピース考察系 YouTube なんで。あ、でもね、それ難しいかも。ああ、そうか。片手だから力入ってるから、うん、ここをこれで多分こっちの先に切ってやろうっていうのがあるかもしれないし、これをこう下がってて回されて、うん、そのままズドンズドン受けたら片手で多分切れない。いけますよね。そっちの方がパワープレイの方が勝てそうだな。勝てそうだね。急に何、急に状態になった瞬間勝ち筋が見えてきた。嘘でしょ。防御がやっぱ強いですよね。そうだ、長い長いだと逆に自分から行くとなると、うん、ちょっとね、微妙に行きづらさはある。でもいい野球結果ですね、うん、短い方がやりやすいですか。二刀流としても、面白い。だって自分はという感じです。です、はい。やっぱワンピース考察系 YouTuber としては、そうだね。二刀流は
長いとむずいでした。ワンピース関係なくなっちゃって。ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。